はい、皆さんこんにちは、漁師正人です。さて皆さん、前回僕がね購入したこの中古漁船、残念ながらね購入したはいいもののまだ乗れません。で、前の漁師さんはですね、だいたい2年前ぐらいまでは、この船使用してたということなんですけど、でそっからは沖には行かずエンジンだけかけてたみたいなんですね。よく言いますよね、こういう機械だったりエンジンはこう定期的にかけてないと余計廃れてしまうみたいな言い方をしますけど、まあこの船に関してはエンジンは大丈夫、ただ船底が大変なことになっているということで、今日は船を浄化っていうんですけど、丘の上に投げて、このおそらく船底にびっしりついたですね、あの生物をひたすら落として、そして乾かして船底塗料を塗っていくという動画になります。大変やね、で今もちろんこの船海の上に浮かんでますけど、どうやって丘の上に上げるんじゃっていう話です。で昔ながらだとこうスロープになってるようなところに、こう原始的なんですけど、まあ竹なんかなあれ、竹みたいなこうコロ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 転がるような、もうこう等間隔に敷き詰めていって、ウインチかなんかで引っ張り上げて船を丘の上に上げたり、あとはね設備が整ってるところなんかだったら、このままガッとね大きいクレーンなんでしょうねあれは、で釣り上げますよね。そういった方法もあるんですけど、おそらく今からやる方法が一番ベターなんじゃないかと思います。さて浄化する施設なんですけれどもね、実は近くにあります。はい、ここなんやらよくわからんからね、近づいてみましょう。はい、これがね、いわゆる浄化施設となっております。まあ、仙台と言われたりもします。この漁港には2つあります。まあ、各漁協さんでそれぞれまあ1台だったり2台だったり、あとはねもう5台10台とあるようなビッグな漁港もありますね。僕の住んでる大島の宮久保漁港はあれ何個あるんかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、たくさんありますね。今治漁港なんかもねたくさんありますよね。さてこのサビサビの仙台はですね、こういう滑車を通じてワイヤーでつながってます。そしてワイヤーはこの施設に入っていきまして、はい、この施設の中にはいわゆるウインチと言っていいと思います。これがついてます。まあ単純にですね、まあここは200ボルトだと思うんですけど、その電力を使ってこのモーターを回してウインチでワイヤーを引っ張って外にあるさっき見たねあの仙台を上げます。まあ動画の最中で見れると思います。でまあこのウインチの横にはこういうポンプもあったりして、まあ、船を洗浄したりするんですけど、まあ、いわゆるね高圧洗浄機だと思うんですけど、これで船をきれいにしたりしますね。なんやろうねこれ、こんな何に使うんやろさてさっき見た仙台、まあ、この仙台なんですけど、このままじゃ上げられないんで、当然ですね海の上につけとかなきゃいけないです。スイッチがこれになります。ちょっと下ろしてみましょう。各種電源を入れていきまして、これがねブレーキになるんですけど、ブレーキがね閉まってないことを確認して、間違えてたねちょっとまだ下がらん忘れてました。このチェーンでちょっと止めてありましたね。このシャックルをね取ってあげるとこのチェーンがね取れますね。このシャックルね、この辺の漁師さん車庫って言ったりするんですけどね、全国の漁師さんはどうでしょうか。ちなみにこの赤いのはね剪定塗料のワットです。さてちなみにですね、さっきの船内が転がっていったねこのレール、これはね実際鉄道に使われてたのを今使用してるって聞いたことがあります。船ある前が怪しいね。
上がるときに表が当たって、うん、滑りにこちらがかましたろ前にあの、あーはい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 。さていつも、私トラブル続きの漁師なんですけど、実はもうこれね上げてます。今さっきね漁師さんが来て、僕の船そのままじゃ座らない気がするぞって言われてね一旦上げてます。でその上がらない理由なんですけど、まあちょっと説明しづらいんですけど、要はこの船台、うん、これがね低いです。このコンクリートに比べてこの船台がね低いんで、ああいったね僕が買ったようなちょっと長めの船やったら、船の表がねこのコンクリートにね突き刺さるような上がり方をして上がらないみたいです。なのでちょっとですねこの船台に細工をしてまた下ろしてあげたいと思います。では、これで上げます。よいしょ、メインスイッチが遠い。いやむずいやろ、あのピンポイントに行くんやろ。風が右から来よって。ああなるほどね。ですギリギリっす。もうこれ以上上げないですさて上がってきたんですけど、どうですか皆さん、これやばくないですか。これね富士壺ですね。富士壺後ろの方がいるんですけど、ちょっと見えますかね皆さん、あのやっぱりねヘラとシャフト舵がやばい。でまあ僕がね思っとったよりは、まあ、これでも生えてないですまあこの富士壺をねこの名称不明な棒でこんな感じで取っていくわけですねまあまあ力いるんですよこれ。弱な漁師代表で他の漁師さんと比べたら腕力があるわけでもないんで、まあ大変です。まあ、で、底引き網っていうのはこう、割と長い船なんで、ね、富士壺がついてる面積も広いんで、まあ大変なんですけど、ぜひね、皆さんも最後まで見ていただいて、
これまた赤い剪定塗料も塗りますんで、まあ綺麗なビフォーアフターをお見せしたいと思います。さて落としていきましょうか。もう前からちゃちゃっと入れていきます。いきましょう。さあ始まりました。ちょっとあえて本気でやります。スピード重視、目標1時間で全部落とします。のんきやなぁ。ちょっとのんきな可愛い猫に見とられましたけど、で皆さんにね、動画の冒頭で見てもらったように、この設備には高圧洗浄機がついてます。なんでこの水壺をのけた後に高圧洗浄機で綺麗にして、そこから剪定塗料って感じですね。ちなみにまあこの船漁船なんで、まあ生けすがあるわけなんですけど、生けすにはねこうやって船底に、まあ、スカッパーって言ったりなんかするんですけど、穴が開いてます。でこのスカッパーもね、後でマイナスドライバーとかで、水がね変わりやすいように掃除していきます。ここねきっちり掃除してないと水の変わりが悪くなって、魚のね息が悪くなって、こう魚の値段がね落ちたりするんで、こういうとこ結構大事です。一つ問題を挙げるとしたらね、あの前がね、傷で狭いんですよ。あそこが上がらない分、こうやって、何でしょう、船体を上に上げることができないんで、満ちた状態でね、後ろの作業をすることはできません。まあ、海に入ればね、できるんですけど、まあ、そんなに急がないんで、次、船の反対側を先に取りましょう。でもなったかな、一心不乱にやりますよ。さあこの作業力も使うんで、それはきついんですけど、何が辛いかってね、これやってもね売り上げ上がってないんですよ。そうそう、お金にならない仕事なんですよ。けどまあこれをちゃんとやっていかないと、燃費が悪くなったり、あとは単純に船がね走るスピードも遅くなるんで、これはこまめにやっとかなきゃいけない作業の一つですね。まあ、漁師なら必須の作業です。でこの船ね、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、塗料がね剥げていくんですよ。こうやってね、あんまりこういう現象起こらないんですけどね、前塗った塗料は落ちづらいんですけど、これ剥げちゃってますね。もう元々の FRP のね素材が見えるぐらい。まあ一般的な漁師さんって
前塗ってあった塗料をわざわざ落としたりするようなことないんで、塗料のその塗膜っていうんでしょうか、それがどんどん厚くなってくるんで、こういうプラスチックの地なんか見えないんですけど、結構綺麗に落とされてたんですかね。まあそんな問題はないでしょう、大きい問題ではないです。過去にね、僕が同じような動画上げてて、それはねめっちゃ大変で、今回はねまあ富士壺の量もそんな生えてないというのもありますし、でなんかね富士壺一個一個もねなんか弱い気がしますね。なんか船を止めてある漁港によってね、その潮の流れとか結構変わってくるんで、それによってこう富士壺の吹き方とか生えるスピード、あとはなんか水が真水が混ざるようなところだったらね、こう富士壺が弱ったり、あとは全く生えないとかいろいろあるみたいです。そういうのが何かが影響してこの船ちょっと楽ですね、何かが影響してるんだと思います。でまあ喋りながらやってると、ほぼこのね海に浸からなくていいゾーン終わりました。ここだけやっとこうかな。はい、で皆さんね、ここだけね毛が生えてます。これなんでか分かりますかね。実はですね、これ前の人がこの仙台を置いた位置なんです、はい、で僕も今回この仙台を置いた位置は掃除することができません。前の人が掃除できてないので、そこには まあまだ菌がついてた状態、富士壺とか海藻とかの菌がついてた状態なんで、濡れたねカメラも下がっていいよあ、まあ、あの前の人がね、まあ、とにかく掃除できてなかったんで、こうやって、より重点的にやらなきゃいけない箇所だったりします。あからさまやねあからさまに前の人がここに洗剤を乗せてましたよっていうサインですね。なので次回あげた時は、今回僕がね乗せたところはこんな状態になってるかもしれませんね。またその様子もねお届けできたらと思います。また余談ですけど、皆さんねコメントねたくさんいただいてます。コメントね必ず僕読んでるんで、もう一人残さず読んでるんで、あのなかなかちょっといろんな作業が立て込んで返信はできてないですけど、もう一人欠かさず読んでるんで、ぜひねコメントいただけたらと思います。もうあれはめちゃくちゃ嬉しい。てなわけで、まあここまで終わりました。後ろはねまた潮が引いてから何時間ぐらいで引くかな、 2、3時間かかると思うんですけど、2、3時間後にやるんで、一旦今これ富士壺を落とした部分を高圧洗浄機でやりましょうか。高圧洗浄機、ね、高圧洗浄機のガム、はい、ここまでねこのホースで持ってきてくれてあるんで、ここつけて、あとはガンの根元も。ちなみにこれ便利なんですけど、こんな感じでね、ここで調整効くんで、ちょっとやっていきます。今やってみたらね、この緑っぽい茶苔かな、結構しぶといです。広げた状態でやってもあまり落ちん。こう絞ってさっきのようにこう力強く当てないと落ちないんで、思ったよりこれは手強いかもしれない。まあやっていきます。どうしてもね、富士壺の落とし残しがあります。こういうのはね、落とせるんで、リカバリーしていきます。
はい、ということで前半戦終了しました。この顔大丈夫ですかね。剪定塗料のね、破片とか海藻の破片だらけですけど、まあ気にせずで、こう塩がね今引いてるんですけど、しっかり引いてから後ろの作業をしたいと思います。で、今ちょうど昼時なんで、ちょっと腹ごしらえしに、ここから車で10分ぐらい行ったとこに、宮久保漁協さんっていうのが、ここがこう運営してる、あそこなんていうんやろな、名前忘れたな。押します。行きましょう。まあいろんなあるんですけどね、まあ、パイとか刺身やったり、でね、生しらす丼、これだけのしらすとかね、食べれたりしますから、ぜひ来てみてください。はい、僕はね、タイ出汁が、なんかね、タイの柄とか身とかで出汁取ってるみたいです。で、柚子胡椒。今ね、大潮なんで潮が引くペースがめっちゃ早いんで、もうね、これでバッチリですね。まあ多分カメラ越しでも伝わってると思いますけど、なんでね、こんなにつくんでしょうね。いや、これもう笑いしかねえよ。ちょっと試し今撮ってみましょう。ちょっと食らわしてみます。強敵やね。ちなみにこれ富士壺取った後もね、この白いのが残るんですよ。まあ、まあ、ここ吹いたことますからね。まあ、本当はこれね、ペラを抜いてからやった方がいいかもしれないですけど、それもね、めんどくさいんで、このまま焼いていきます。なんかね、富士壺の腐った臭い匂いがします。もうね、富士壺富士壺よりこう、なんて言うんでしょう、ボスが現れました。柿ですね、これ。柿なんか入るんかいっていう話ですけど、これいきますよ。1枚ザーってやりました。これでまたね、ディスクグラインダーでワイヤーブラシでやっていきます。とりあえず1枚終わりました。あと3枚、いきますよ。これだけね、密集してたら、この船体と違って力をね、込めなきゃいけないんで大変。3枚目、よし、4枚目、ラスト。勢いをつけんと。
中落ちん。反対。よし、ペラ終了。大体ね、大体終了。ということで、シャフト、倍のね、太さぐらいになってしまったシャフト。いきますよ、こっちから行こうか。おっと、誤解がいましたね、誤解。映るかな誤解。抜いてもらいましょう。でね、そこにね、クサフグがおるんですよ、クサフグが。あ、来た来たぞ。あ、元行った。そして、一列やってちょっと回す。で、次をちなみにね、他の漁師さん、毎回こうやってやってるわけじゃなくて、もっと定期的にあげます。長い間、1年とか2年、3年置いてるとね、こうやって徐々に大変な作業をしなきゃいけなくなります。普段のね、仕事をサボればサボるほど、こうやって後々大変になってくるんで、まあ、これは何て言うでしょう、自分の怠慢の証だったりもします。これは購入した船なんでね、やっぱどうしても最初のメンテナンスも大きい仕事の一つとして、まあ、しょうがないですね、これは。ちなみに今上げてる、仙台設備、これね、まあいろんな組合さんあると思うんですけど、うちの場合はね、費用が別途かかりまして、こんなこと言っていいんかな、まあええやろ。この船の場合、うちの漁業組合の場合は確か6000円やったかな、うん、それぐらいです。まあ、それぐらいの費用で上げることができます。まあ、それが高いか安いかどうかは僕はよくわかんないんですけど、まあ、これ見てくださってる方、まあ、もちろん僕も含めてお金事情はね、好きなんで、そういうこともちょっと雑談として息を上げながら言ってみました。さあ、シャフトあとちょっとあるね、この部分もある。ちなみに、まあ、漁船の最近の船はここ、シャフトステンレスでできてることが多いんじゃないかと思います。まあ、稀に真鍮とかもありますけどね。で、ここのペラはね、真鍮のが多いと思います、割合的に。ステンのペラもありますね。ちなみに真鍮ってあんまね、聞き慣れない方いらっしゃるかもしれませんけど、これはまあ銅となんかの合金の真鍮、銅と亜鉛やったかなの合金ですね、真鍮は。よし、シャフトも大体終わりました。ペラを外すときはここ、大きいね、パイプレンチとか持ってきて、ここに、ね、頑張って叩いて、このナットを抜いて、ペラを抜くといったね、作業になりました。あとはここ、ブラケットって言われたりするんですけど、まあ、このシャフト長いんで、どうしても触れます。触れるのをこう支えるために、こういったね、ものがあります。
ね、ブラケット面見ての通り形が素直じゃないと言いますか。いびつな形してるんで、こういうの隙間があったりして落としづらいですね。もうちょっとね、ちっちゃいヘラでやるといいんですけどね。持ってこよっか。まあ、大まかにこうやって落としときましょうか。これの大きいのでね。はい、まあね、こんな、まあ、ヘラスクレーパーとか聞いたりもすると思うんですけど、こういう細かいところ、細かいヘラでこうやって落としていきます。皆さんこれやるときは軍手をするように。これね、よくあるあるなんですけど、滑っちゃってここでね、ガッと滝で傷つくことがあるんで気をつけてください。よし、大体終わりましたかね。ここ映るかな。ここね、なんとね、ガラスなんですよ。ガラスの丸い窓になっとって、船の中からここのスクリューになんかね、ロープとか網とか巻いちゃった時に、その巻いた状況をね、確認できるようにここガラスで窓になってます。このガラスは落ちやすいね。いっぱいついとるけど落ちやすいですね。バツンとしとるけどな。こういうね、複雑なところはね、完璧に落とせん。よし、要は船がしっかり走ってスピードが出て、で燃費も向上して量に差し支えなければいいんで、ここはこれで終わっときます。量に差し支えあるのはこいつ、こいつは綺麗にしとかなきゃいけない。やばいねこれ。やりますか。こっち側のがひどいですね。多分潮の当たり方とか火の当たり方で変わってくるんでしょうね。だいたい終わりました。さて、あとはね、船の下側とあとは側面をやっていくんですけど、このね、下側は実はね、あんまり生えてなかったりします。これ多分まあ火が当たらないからでしょうね。ただね、この側面がね、これはちょっと大変なんで頑張って落としていきます。もうラストやね、もう最後、最後の最後の工程なんで、ぜひとも皆さん最後まで見てください。だいぶ潮も引いてきたんでやりやすいですね。でね、側面実もついとるんですけど、見てもらったら分かると思う。結構ね、柔らかい。頑張ったら手で取れるぐらい。多分なんやろね、これは死んじゃってるんかな。めっちゃ柔らかいですよ。もうほとんど握らんでもいいです。ここは楽。さっきのペアとシャフトはめっちゃしんどかったけど、後ろもね、また
見てもらったら分かるよ。ちょっと厄介な構造してます。もっとね、手が届きにくい位置にあると思ったら、牛くんが来ましたよ。皆さんお待ちかね。よし。ちょうどええとこに来るね。今終わった。見よったの。今ちょうど終わった。向こうで見よった。もうこれ渡すあれもないぐらい、もうちょうど終わったわ。ちょうどこれが、この作業が終わるぐらいに、こうやっていつも龍門はね、来るんです。どうせ遠くから見てるんです。で、終わった頃を、まだやれば。で、終わった頃を見計らって、手伝いに来たふりをして、でこういうヤジを飛ばすといういつもの作戦でございます。釣れたんですか？今日みたいな日に来いや。今日みたいな日に撮影しに来いと。釣れたん？せやろ、ほんま。なんか釣れたん？箱釣れたん？何匹？1匹。大きかったん？これぐらい。絶対やつ絶対嘘。あれ、ないとね。いや、もう何もかも嘘にしか聞こえないです。え、一匹ずつ？タイとアコ。アコの味噌鍋や。味噌鍋。という雑談をしている間に、ちょうど終わった。あ、まだ心あるよ。さっきのヤジを飛ばすんですよ。なんすか？あ、そうよ。泣いてんの？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 多分ね、胸のスピード関係ないと思う。関係ないよ。ね。やらんでやろ、こんなの。そうそう。なんか、お詫びにコーヒーを後で、あげますね。コーヒー高いな。さあ、終わった。高圧洗浄機で吹かしましょう、あとは。お、でかっ。でかっ。あ、開けてきた。でかっ。まあまあやろ。ちゃんと作れる。でかっ。俺ね、りょうさんからもらったの。見てこい。ちゃんと針残っとるけん、これ。うん、見てよ。あ、後で刺してよ。理想。いや、刺してないって言ったんです。今日は、なんか。うん、来るやん。今日は釣れたよ。もうそれ大事でサーラと取ったら、うん、いうことなんだ。しかも綺麗なアコや。釣った人がいけんな。こんなもん、ね。こういう、まあ僕がめっちゃ仕事してるときに、ね、取材に行けないときにこうやって釣ってくるんですよ。いかんか、誘うのにいかんかったんやけど、今日は。ほんまやね。今日誘われたんですよ。はい、さて、割とびしょびしょになっちゃったんですけど、ようやく高圧洗浄機でふかし終えることができました。はい、このようにね、ほとんど富士壺は落とすことができて、でシャフトとかはね、まだもうちょっとね、富士壺取った後のなんていうんでしょう、こういう白いものが残っちゃってる状態です。でこれはワイヤーブラシで後ほどね、きっちり落としていきたいと思います。で皆さん、僕ね、まあ、改めてなんですけど、気づいたんですけど、まあ、気づいたと言いますかね、皆さん、この船体、大きい船体に対して、なんかね、スクリューちっちゃく見えません、まあ、ペラちっちゃいな、とか思いながらですね。で、エンジンの馬力がちっちゃいから、ペラがちっちゃい。で、エンジンについては、この瀬戸内海の底引き網量はね、15馬力。漁船法で15馬力とかいうですね、馬力制限が設けられている。まあ、それ何のためにあるかと言いますと、やっぱり魚をね、多く取っちゃいけない。で、漕ぐ力がね、強ければ強いほど魚が、いっぱい取れちゃいますから、このペラのちっちゃさにも、そういったね、まあ、漁獲制限、乱獲を防ぐような、
まあ目論みと言いますか、そういったのがあるんやなって、一人でまあそういうことを考えてましたということで、今日はもう夕方の4時ぐらいになっちゃったんで、この辺で作業終わりまして、明日は午前中ちょっと雨が降るんですけど、雨が上がったらマスキングテープ貼って剪定塗料を塗っていきます。お楽しみに。はい、翌日の午後になります。午前中雨が降っとったんで、それ待ってね、やっと今この塗料を塗るとこが乾いたかなっていうような状況です。まあ、早速やっていきますか。まずね、マスキングをします。マスキング、はい、今回ねちょっと幅の広めなマスキングテープ買ってみました。幅が広いとちょっとね割高にはなってくるんですけど、塗るときにやっぱこんな幅が広ければ広い分あまりねこう気にしなくていいというか、大雑把に塗れるので、このテープが広ければ広い分基本的にはね、作業効率は良くて早くなるという考えで、僕はちょっと割高なんですけど幅広なマスキングテープを買ってみました。どんどんやっていきます。しっかりこのね船体も乾いてます。これがね雨で濡れちゃってるとマスキングテープがね乗りません。よいしょ。脚立を移動。こうやって見てみるとね、前の人がちょっと歪めて塗っちゃってますけど、まああれぐらい多分あんま気にならないと思います。もうね船の後ろ側は多分これ前の人も大雑把にやってると思うんで、この上も塗っちゃいましょう。マスキングテープしなくていいんでね、大体でやっていきます。終了。塗っていくだけですね、これからは。さて前回ね使いかけの塗料がこっちで、新たにね今回買ってきた塗料はこれ一斗缶でね買ってます。で今回のと前のがねちょっと色が合うかどうかちょっと見てみてます。なんか適当な木の枝を拾ってこっちのね色を確認。あ、折れた。救出。ちょっと分かりづらいね。いや、色は違うね。こっちと比べたら。だいぶ沈殿してるんで、缶切りで開けていきます。そしてこれでね、攪拌していきたいと思います。めっちゃね沈殿しとる。まあまあ沈殿してますね。全部開けなきゃいけないかも。全部開けます。手伝いに来たんですか？手伝いに来たんですか？もちろん。よし、混ぜよう。
サイズ違いって短いってやった。これでやるかもしょうがない。あら、これはい、入らない。これをね、交換していきます。このサイズやね。船が大きい。死んだ。ちなみにこれのチャンネル全国のレーサー見てくださってると思うんで、僕ね、ちなみに一斗缶、僕が仕入れたのは1万、今日だと2000円かな。2000円で仕入れてきました。全国の漁師さんね、ちょっと僕どれぐらいで皆さんが仕入れてるか、さっき言ったようにね、種類いろいろあると思うんで、まあこう簡単に比較できないかもしれないんですけど、ぜひね、自分が仕入れてる値段もしお教えいただけるならコメント欄に書いていただけたらと思います。で、ここ今治っていうところなんで造船所が多いんですよね。なので、そのこういうペンキも大量におそらくいろんな関連会社さんが仕入れてると思うんで、多分ここは地の利と言いますか、なんか安く仕入れられるようななんか立地にあるんじゃないかと思います。ぜひ皆さんコメントください。でも暑いね。暑い。暑いなんて。まあまあ風あるんやけどな。あるね、今日は。うん、歩こうなんや。日差しも別にそこまで。日差しもないけど、ただ汗か。汗やばいね。多分気温と湿度が。あるんでしょうね。出るパターン。コーヒーかジュースか。コーヒーもらう。甘いの。リモンはリアルゴールドか食うか。リアルゴールド。ありがとう。いただきます。リモンは釣りへと出かけてます。さあ、僕はね、この後ろのこの辺をやっていきたいと思います。
さて、作業も終盤になってきました。あと塗る面積的には2割ぐらいかな。まあ、まだねこうやって水がついちゃってるとこはペンキが乗らないので後で拭いてねできるだけ乾かして塗りたいと思います。さてこの今塗ってる剪定塗料なんですけど、このね成分は、水生生物が付着しないような、成分が含まれてるんですけど、さっき調べたんですけどね、この剪定塗料も2種類に分けることができまして、亜酸化銅タイプと酸化亜鉛だったかな、亜酸化銅と酸化亜鉛、その2つにね分けられます。で現在主流なのは最初に言った亜酸化銅のタイプなんですけれども、これね皆さん、気をつけていただきたいんですけど、その、現在主流となっている亜酸化銅タイプのね剪定塗料を塗ると、ああいうステンレスでできてるシャフトだったり真鍮でできてるペラはですね、電飾という作用で蝕まれます。このペンキより先にあっちが蝕まれます。なので現在主流となっているこの亜酸化銅タイプの剪定塗料は絶対にですね、ステンレスでできてるシャフトだったり真鍮でできてるペラに絶対に塗らないようにしていただきたいです。もしね2つ目に言った酸化塩タイプの剪定塗料を使ってる方だったら塗っても問題ないみたいです。そのね電飾という作用はイオン化傾向の高いだったかな、確か高い方のですね金属が、その電飾によって蝕まれるという性質があるので、それは気をつけていただきたいと思います。まあこれねいつも僕勉強しては忘れてしてるんですけど、まあ、そういったことも皆さんに教えてきたらいいと思いまして、ちょっと少しね今思い出して語ってみました。最後の方になってきました。このねで選手なんですけど、以前の動画で船体の割れがね確認できるっていう話をしたんですけど、実はここです。さっきね僕の親父に実はねここも直してもらってました。親父はね僕に似合わず器用かもしれないですね。はい、そしてね反対側も器用に貼ってくれてあります。まだ乾いてないですね。でまあここ以外にもね、まあ細かいこと言えばこういうとことか、あとねこういうとこもねひびが入っちゃってるんですけど、まああんまり親父に仕事を発注しすぎたらあの人結構仕事の量が多くなるとイライラしちゃうんでねこうやってね器用なんですけど、まあなんて言うんでしょう、天は二物を与えなかったというんでしょうかそういう親父であります。実際多分ねこれだけ直すにしても専門的な、まあ、船大工さんというんでしょうかに直してもらっても、そうだよな5000円から1万円ぐらいは、すると思うんですけどね、ちなみにここ今治市のね、船大工さんどんどん減ってるみたいですね。やっぱり、漁師が高齢化するとともに、そういった船大工さんだったり、あとは船のエンジンとか装備品をこう直してくれたりするような鉄工所さんもね、やっぱり高齢化によってどんどん減ってきてるみたいです。なのでもしかしたら今から、そういったね船大工さんを目指すのとかね、僕はありなんじゃないかと思うんですよ。ただ、漁師もそれと同じくね高齢化していって漁師の人口も減っていくのでそういった需要ももしかしたら減ってきたりもするのかもしれないです。もうこれから本当に水産業どうなるんでしょうね。本当に漁師はもう確実に減ります。でそれと同時にこういう直す船大工さんだったり、あとは鉄工所もね
減ってきたりなんかにして、ますます漁業がしづらくなります。で魚もねもちろん減ってきてますし、漁価の低迷、そして後継者不足今後のほんまに水産業は暗いねニュースばっかりです。ということでですね、まさかまさかの、暗いニュースでこの仕事を終えるというもっとねポジティブなニュースで終わらんかいっていうことなんですけど、これで今日の作業は終わりたいと思います。だいたい濡れました。あとはこのペラを磨いたり、シャフトもね磨きましょう。そしてこの亜鉛板、これもね変えようかな、うん、これもさっき言ったね電飾によって蝕まれるような性質になってるんですけど、こういったね亜鉛板はステンレスでできたシャフト、あとは真鍮でできたペラ、これはステンレスかな、うん、多分ステンレスでできた火事なんかをね守るためにこの亜鉛板が付けられてますという、まあ、電飾を防ぐような作用があります。ということで明日に作業行きましょうか。はい、朝になってね今満ち潮なんですけど、まあまあ満ちてきちゃってます。でこの満ちるスピードはね大潮になればなるほど早いんですが、今絶賛大潮中もうねすぐ作業はできなくなっちゃうんで、一番後ろの作業からマスキングテープ剥がしたり、あとはここの亜鉛板を変えて、そしてシャフトペラーを磨いていきましょう。ちゃちゃっとやります。もう30分やね。マスキングテープの幅がある分ちぎれずにね一発でいけました。ほら、さて次はね亜鉛板なんですけど、こっちはね残そうかな、うん、ちょっとケチくさいですけどこっちだけ変えます。単純にこのナットを緩めるだけ。ワイヤーブラシ結構きつい説、これはちょっとこまめすぎるんですかね。こまめ結構握ってないとしんどい。あと2枚。さてねあと1枚だけになりましたけど、こうやって見るとね結構電飾は進んでますね。まあこれぐらいやったら中古船やしご愛嬌といったところでしょうか。まあ揺れてますね。さて浄化した船をね今作業が終わりまして下げているところです。延べ3日かなにかかる作業を皆さんにお届けできたかなと思います。あとはねちょこちょこまあこういうの
古いでしょう大昔の船みたいな、こういうのをね直しながらまた皆さんにねこの船で新しい漁をお届けできたらと思います。エビとかハモとか取りに行きたいと思います。ぜひその様子お届けしますんでお楽しみください。あと言い忘れてました、すみません、あの表のねコブのところのプラスチックあそこ塗装するのね気がついたら親父が勝手に塗ってました、こんな感じでまあちょっと色は変わっちゃってるんですけど、まあもうご愛嬌ということで、また僕のことも皆さん優しい目でご愛嬌で見てください。